クンダ文化は中世紀時代のラトビアからロシアにかけてのバルト地方の森林地帯の狩猟採集民文化である。放射性炭素年代測定で紀元前8500から5000年を示す。スイデリアン文化に起源を発する。初めて後半に研究された居住地が発見されたエストニアの都市クンダから名付けられた。ナルバ文化が後継文化である。ジョンズ・エトによれば クんだ文化とその後のナルバ文化の人々は、東ヨーロッパ狩猟採集民よりも西ヨーロッパ狩猟採集民と遺伝的に類似している。ミッドニック・エトールは、クんだ文化の男性と女性の遺骨を分析した。男性は、ハップログループ I という5ビットに C1、女性は u o a 2に属していた。古代北ユーラシア人から遺伝的に大きな影響を受けている。ものの、 西ヨーロッパ狩猟採集民と非常に密接な関連性を持っていることが分かった。マサシニエトールは EN スベグニエッキーベリアルグラウンドに埋葬された多数の遺骨を分析した。ムトドナはハプログループ U5U4U2 に属し、YDNA の大部分は R1 ビット 1A1A 及び I2A1 に属していた。ありがとうございます。